日本関東地方神奈川県横浜市磯国磯国は横浜市を構成する18行政区の一つ。市の東南に位置し、ネギ湾に面する。沿岸部の低地の大半は埋め立て地であり、それを囲むように丘陵地が広がっている。区内の大部分は宅地化されているが、南部の沿宮間周辺には緑地が残されている。一人沢一帯は、 大岡川の水源となっている。かつて山手、根岸から伸びる、沿岸丘陵の流起は海岸側で、競り出し、現在でも、京急本線病部裏駅の地名にその残影が残る。丘陵部は、横浜海工事より、根岸湾円形が尊ばれ、避暑地として、別邸や別荘を構えるものが多かった。明治から昭和にかけて、数回にわたり丘陵部手前の埋め立てが行われ、 県道が、根岸湾に沿って整備された。また館内、伊勢崎町から道区や渡橋、足名橋を経由しすぎたまで、横浜市電が延伸され人口の集積が進んだ。当時の区税は、国道16号や堀割川周辺から、給料部までの定地にある住宅街に忍ぶことができる。1960年頃から、 ネギシワンの埋め立てが行われ、重化学工業地帯が誕生した。埋め立てに利用した土砂は、給料部のものを利用し、その際に、同時整備したのが、現在の塩見台である。当初から、電気、ガス到ライフラインを地下埋設にし、全車道に歩道が設置され、下水道管理、保存力地等、昭和30年代当時としてはかなり最新構造の都市基盤をもって整備された。 昭和39年に、桜木町から磯子まで国鉄根岸線が開通し1973年に、全通、沿線丘陵部の宅地開発も進み、昭和50年代には、駅周辺のマンション建設が進み、昭和60年代まで人口が急増した。現在では根岸線に加えて、首都高速湾岸線、国道16号、横浜市道館場2号、 横浜市道館状3号による交通網に支えられ、都市基盤管制度では横浜市内屈指に至る。新基分上住宅地が少ないため、以前の人口急増は過去のものとなり、古くからの住宅地では高齢化も進み、若年層流出により商店街の維持を困難にしている地域もある。戦後初期にベッドタウン化を経験した区であるため、今後の高齢化も、 各より先行することが予測され、今後の地域活力の維持が大きな課題である。すでに区民の6割以上が横浜生まれであり、中区や南区に次区民の横浜出生費が高い区である。造成開発時の潮見台磯国内では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。プラム。 ロード、杉田商店街横浜市民、ヨットハーバー三田大遺跡、ABCDFGHIJKLM 磯子、区歴史年表 ABC 磯子区歴史年表昭和2年から20年、磯子区総務部 ABCD 磯子区歴史年表、昭和21年から45年磯子区総務部、AB 磯子区歴史年表昭和46年、平成10年磯子区総務部、プロフィール。通る。 エスホーム2020年11月6日閲覧。ありがとうございます。